にゃにゃ、そうにゃ、俺っちはエミちゃんの猫、赤丸だったにゃ。俺っちがどうやって妖怪になったか、全部思い出したにゃ。きっと全部思い出して、いろいろ満たされたからにゃ。赤丸、俺っちがミホのこと気になってたのも、きっとエミちゃんの子供だってのを感じてたからにゃ。しようとしてないか。お兄ちゃん、恥ずかしい。してお兄ちゃん、ごめんな、ごめんな、ユウ。ノーブラ、ユウ、とっても寒いの。お兄ちゃんの肌で温めて。大丈夫なのか？大丈夫だよ、心配してくれてありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃんのためにおかゆ作ったんだ。せーの、警察、予約のない方のご配管は遠慮してもらってるんだと思う。にゃん、無理だと思うけんど。おーい、アイちゃん。うわ、すんません警察の人、おめかた様すぐお会いするそうで。なんだこりゃ。決まりですんで、はい。かわいそうに。あんたまた変にプレッシャーかけたの。必要なことなのです。痛い。右手の粉砕骨折、破片が関節に残らないよう摘出しないと。治癒はその後だ。憧れでこうまで身を滅ぼす。さすが仁義の男軍曹さん、そこに惹かれる。憧れます。私ことタママン二等は、今年こそ軍曹さんに愛される二等兵になりたいと思います。つい勢いで言っちゃった。照れちゃうです。私メタレックスのスパイだったのよ。お友達です。やめて。その友達をずっと危険な目に遭わせてたのが私なの。私なんかいっそあの時シャドウ